デラウェア軍区内の村、デワートの様子。州内のノーサンバーランド郡の位置。軍内のデラウェア軍区の位置。デラウェア軍区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある軍区である。2000年現在の人口は4341人。アメリカ国勢調査局によると、デラウェア軍区の総面積は81.5平方キロメートル。 そのうち78.8平方キロメートルが陸地で、2.6平方キロメートルは水に覆われている。2000年の国勢調査によると、デラウェア軍区の人口は4341人であり、1678世帯、1241家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり55.1人である。 1765件の家があり、1平方キロメートルあたり22.4件の家が建っている。町の人種構成は98.80%が白人0.28%が黒人内市アフリカ系アメリカ人0.18%がアメリカ先住民0.23%がアジア人0.02%が太平洋諸島系。 0.14%がその他の人種であり、0.35%は根血である。人口の0.53%はラテン系である。全世帯の31.6%には18歳未満の子供が同居しており、63.1%は夫婦で一緒に生活している。7.1%は夫のいない女性が世帯主であり、 26.0%は独身である。全世帯の21.5%は一人暮らしであり、9.8%が65歳以上である。平均世帯人数は2.58人、平均家族人数は2.98人である。デラウェア軍区の人口は、24.5%が18歳、未満、18歳、以上24歳以下が7.0%、25歳。 以上44歳以下が29.1%、45歳以上64歳以下が25.3%、65歳以上が14.2%である。年齢の中央値は39歳である。女性100人に対して男性は96.9人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は94.7人である。 町の一世帯あたりの平均収入は39,219ドルで、あり、一家族あたりの平均収入は45,950ドルで、ある。男性の平均収入が3 1三3 8ドルに、対し、女性の平均収入は21,417ドルで、ある。一人あたりの収入は17,442ドルで、ある。人口の10.7%が極貧層である。 18歳以下の住民の12.2%、65歳以上の住民の16.1%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。